おはようございます。入荷速報です。今日も1匹だけですね。これ 2.1 キロ浜笛、はい、そして 2.8 キロの大ニベですね、はい、と今日はちょっと大きい味が1匹あります。これは 0.4 ですね。 0.4 のマアジ、こんな感じです。はい、それにメジナですね。メジナ、はい、1.1 キロメジナです。はい、そしてタチウオですね。今日は2匹して 0.6、 両方とも 0.6 のタチウオです。これは大物ですね、今日の。はい、続いて中物、はい、マダイ。これはちょっと養殖じゃないかなっていうような感じですね。尻尾のとこ曲がってますんで、中物にしました今日は。はい、でまああとチヌ1匹だけですね。サバフグですね。はい、そしてこれはこれ一応中物の値段です。水イカの赤ちゃんですね。新興物、今年生まれた水イカです。はい、そして次はカマス、赤ガマス。少し見えてきましたね、赤ガマスが。これから取り始めるんじゃないかと思います。はい、そしてアジ、いつものようにピカピカのアジです。はい、以上が中物です。続いて小物です。小物はこれは水ガマス、はい、そして、豆アジですね。はい、今日からもう本当にウルメとかちっちゃい小魚が取れなくなってます。以上2ケースが小物です。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。